平井卓也君。自由民主党の平井卓也です。私はただいま議題となりました、内閣提出国家公務員法等の一部を改正する法律案及び自由民主党改革クラブみんなの党提出国家公務員法等の一部を改正する法律案及び幹部国家公務員法に対して質問をいたします。まず今回鳩山内閣が提出した法案は国民に対する裏切り法案だと断じざるを得ません。天下りの根絶、国家公務員人件費2割削減、政治指導の確立など、昨年の選挙前、民主党が高らかに唱えたことは全て選挙目的の口から出任せだったということになります。また先ほど、戦国大臣の答弁を聞いておりまして、全くやる気が伝わらない。官僚の答弁を、原稿を丸、棒読み、これでは民主党が今まで掲げてきた公務員制度にかける意欲みたいなものがにじみ出てきません。お疲れだとは思いますが、もうこれから委員会もたっぷり始まりますので、戦国大臣には自分のお言葉で自分の理念を、気合を入れて答えていただくようお願いをさせていただきたいと思います。まず、天下りの根絶について伺います。民主党はかつて自民党が提案していた、官民人材交流センターへのことを天下りバンクと呼び、役人も民間人と同様、ハローワークに行けばよい。官民人材交流センターで再就職斡旋を行うのは役人の特別扱いと強く批判してきました。ところが政権を取った後は方針を完全に転換しました。昨年、社会保険庁を廃止した際は、なんと懲戒処分を受けたことを理由に行き先のなくなっている職員らに対し官民人材交流センターで再就職斡旋を行ったと聞きます。おそらく国民は懲戒処分を受けたような職員がなぜセンターで特別扱いを受け次の仕事を探してもらえるのか全く理解できないはずです。平野官房長官、社保庁の廃止に伴って一体何人の職員に官民人材交流センターで再就職斡旋を行ったのですか。またなぜハローワークに行かせず特別扱いをしたのですか。お答えいただきたいと思います。今回の法案を見ると官民人材交流センターを民間人材登用再就職適正化センターと名称を変え実質的には温存したことになります。しかも文言免職の場合に限定するとはいえ再就職斡旋を引き続き行うことになっています。戦国大臣、なぜ再就職斡旋を行うセンターを温存する、すなわちかつての民主党の言葉では言えば天下りバンクを維持する方向に転換したのですか。明確にお答えをください。この点、自民党改革クラブみんなの党の法案では、センターはあくまで過渡的な組織と位置づけ、一定期間のうちに廃止すると法律で明記しています。いつまでにセンターは廃止するのか、法案提出者に伺います。今年1月に行った鳩山総理の施政方針演説では、裏下りと揶揄される事実上の天下り慣行にも監視の目を光らせ、国民の疑念を解消しますと宣言しました。裏下りとは表向きは役所は斡旋していないと言いつつ、裏で役所が決めているような天下り人事のことです。まさに総理の言う通り、言葉の通り実行して、今すぐ疑念を払拭すべきではないですか。戦国大臣、今年1月の施政方針演説以来、裏下りをなくすためにどんな方策を講じましたか。何件の裏下りを見つけてやめさせましたか。また、今回の法案でどうやって裏下りを根絶するのですか。お答えください。一方、自民党改革クラブみんなの党の法案では、裏下りについてどのような措置を講じていますか。法案提出者にお伺いいたします。民主党が天下りに関してもう一つ、従来強く主張していたのが、早期退職勧奨、いわゆる肩叩きの禁止でした。
民主党が野党時代には早期退職勧奨の禁止を柱とする天下り根絶法案を国会に提出しました。またこの本会議の場で馬淵澄夫議員は天下りに関するに対する解決策としてはいわゆる肩叩き早期退職勧奨制度の廃止こそが現実かつ根絶の切り札と主張されておりました。ところが今回の法案では天下り根絶の切り札だったはずの早期退職勧奨の禁止は全く出てきません。それどころか戦国国家戦略担当大臣や前原国土交通大臣など官僚の中から早期退職勧奨はやらざるを得ないとの発言も聞こえてきました。そしてみんなの党の山内光一議員の質問収集への答弁によればこれまですでに鳩山内閣発足から今月12日までの間に中央省庁の課長級以上の公務員83人が退職勧奨に応じていたそうです。つまり民主党政権は早期退職勧奨の禁止という従来の方針を国会に対しても国民に対しても何ら説明をしないままにいつの間にか撤回し早期退職勧奨を実行していたことになります。戦国大臣早期退職勧奨を継続するという方針はいつ決定したのですか。なぜ従来の方針を変えたのですか。お答えをいただきたいと思います。また民主党のマニフェストでは国家公務員人件費2割削減も掲げていました。ところが鳩山内閣ではこのままでは人件費は逆に2割増になるという試算を出したまま今回の政府提出法案でも何の方策も盛り込まれていません。人件費を下げるためには給与を下げ職員の数を減らすしかありません。戦国大臣、給与はいつまでにどれだけ減らすのか。今回の法案でなぜ給与法改正は入っていないのですか。明確にお答えをいただきたい。一方自民党改革クラブみんなの党の法案では給与制度に関する規定を置いていますがその考え方について法案提出者に伺います。次に幹部の人事制度について伺います。政府提出法案では事務次官から部長審議官までの幹部を同一職制上の段階とみなすという新たな規定が設けられています。一方事務次官というポストそのものはそのまま残すことになっています。昨年末戦国大臣は事務次官ポストの廃止をテーマと掲げていました。今後は政治指導で政務三役で政策を決定するのだから事務方トップなどというポストは不要と主張されていたはずであります。戦国大臣、事務次官の廃止はなぜ今回の法案に盛り込まなかったのでしょうか。やっぱり事務方トップは必要と考え直したのでしょうか。一方自民党改革クラブみんなの党の法案ではどのように考えていますか。法案提出者に伺います。またこの同一職制上の段階とみなすという規定によって例えば局長や部長を課長に降格するつまり幹部から外す人事はできますか。もし幹部から外す人事ができないのであれば逆に優秀な若手や民間人を抜擢登用することもできなくなってしまうのではありませんか。戦国大臣明確にお答えください。また政府提出法案では幹部を一般職にとどめています。これはどういうことでしょうか。昨年麻生内閣が法案を提出した際民主党行政改革調査会の松本剛明会長は幹部職制度が新たな制度ではなく従来の一般職公務員制度の枠内にとどまっており国家公務員制度改革基本法の趣旨に照らして完全に骨抜きにされているという談話を正式に公表しています。松本議員は衆議院内閣委員会の場でも一般職にとどめたままでは政権のニーズに応える人材の確保はできない区分して新たな制度を設けるべきと主張していたはずです。戦国大臣なぜ閣も安易にかつての民主党の指導を捨て去り基本法の骨抜きをしてしまったのですか。お答えください。一方自民党改革クラブみんなの党の法案では幹部を一般職とは別扱いにする幹部公務員法案を定めることとしています。この
法案の考え方について法案提出者に伺います。次に内閣人事局について伺います。内閣人事局を設け、官僚の人事を内閣主導で一元管理することは政治指導確立の核心です。国家公務員制度改革基本法以来、強力な政府全体の人事部を作ることが課題であり、基本法施行後1年以内に総務省、人事院、その他の機関の機能を移管して内閣人事局を作ると規定していました。ところが今回の政府提出法案では、総務省、人事院などの機能を内閣に一切移管していません。しかも基本法違反を逃れるため、基本法そのものを改正し、総務省、人事院などからの機能移管は3年以内に実施すればいいようにしています。戦国大臣、国家公務員制度改革基本法は与野党を超えた修正協議の上、民主党も賛成して成立した法律です。基本法の定めるプログラムに従って改革を進めるのが政府の責務です。その責務を果たさず、それどころか勝手にプログラムそのものを先送りするための基本法改正案を提出していることは、国会と内閣の役割をわきまえない暴挙ではありませんか。今回の政府提出法案のうち、少なくとも国家公務員制度改革基本法の改正にかかる部分は、この場で直ちに撤回していただきたい。撤回できないなら、その理由を明確にお答えいただきたい。以上のように、政府提出法案は、かつて民主党が唱えていた、天下りの根絶、政治指導の確立などとは全く逆行し、かつて与野党で合意したはずの国家公務員制度改革基本法さえねじ曲げ、改革を阻止しようとする内容です。政府の言い訳は、今回の改革はあくまでも二段ロケットの一段目、二段目は公務員の労働基本権拡大とセットで抜本的な改革をやるというものでありましょう。しかし、いつか抜本的な改革をやるというのは、改革を阻止しようとする人の常套句であります。戦国大臣、労働基本権についてなぜ今国会で法案を出さなかったのですか。今国会でやらないならいつやるのですか。明確にお答えください。政府提出法案はなぜここまでひどい内容になってしまったのですか。その理由として考えられるのは、公務員の構成する労働組合からの圧力に屈したのではないかということであります。これは単なる憶測ではありません。民放のテレビ番組で連合の古賀代表が、今回の政府提出法案に関し、法案について松井戦国、いや松井さん戦国大臣とも話している、我々の意向を最大限尊重した 法案になっていると語っている映像が流れました。連合の代表が大臣と官房副長官の名をつい呼び捨てにし、慌てて警鐘をつけて言い直す様子は、民主党政権の裏側、つまり内閣と労働組合との上下関係で、どちらが上位者なのか如実に表す異様な光景と映りました。戦国大臣、労働組合とどのような協議をしたのか、どのような要望あるいは指示を受けて法案にどのように反映したのか、詳細は委員会の質疑の中でこれからじっくり伺いますが、ここではこうした労働組合との間の公式非公式の協議、意思決定のプロセスについて一切隠し立てすることなく全面公開することを約束していただきたい。意思決定プロセスの透明化を訴え続けてきた民主党政権が、よもや全面公開に留保をつけることはないと思いますが、念のために確認をさせていただきます。連合の古賀会長はちょうど1年ほど前、麻生内閣が内閣人事局設置などのに関する法案を提出した際に、このような談話を出していました。公務員制度は基盤的行政であり、政権が交代しても安定的に機能する必要があり、与野党が協議を尽くして国民的合意形成を図る必要がある。これはまさに正論であり、今回の法案にもそのまま当てはまります。民主党の方針を実質的に左右する立場にある労働組合の方々は、よもや民主党が与党になった途端、協議や国民的合意はどうでもよいので、法案を成立させてほしいとは言わないでしょう。議場にいる議員各位がまさにこうした考え方に基づいて、国民の負担を受けた国会議員としての原点に立ち返って、
与野党の立場を超えて徹底的に議論を尽くされることを願って、私の質問を終わります。